一言ちょっとアドバイスしとこうかなと思って、難しい曲は選ばない方がいい。本当ね、難しい曲を選ぶと心臓に悪いです。今テレで最後のライブだうわっていうのをやっと難しい曲終わったっていうので、やっぱ心臓の方が強くなる。何でも何も出てこないんだよ。本当よくついてくれたよ、みんな。舞台終わってすぐね、練習入ってくれたし、4番で組んでるやつもいるし、3番で組んでる部長もいるし、いやなんかそう、すごいなんつったらいいんだろう。俺、まあちょっと今の同年代の4年生みんなには申し訳ないんだけど、入った時、速攻で辞めたじゃん俺。本当にね、恥ずかしいよなあれ。本当にごめんなさい。しかもその時、辞める時に、ごめん、これ本当に今は思ってないからちょっと聞いて、やっぱりさ、ほら今から楽器、その入ってから楽器始める人とか見たじゃん。だけどなんか1年生の時、俺らが1年生の時のみんなの演奏を見て、1個上のほら、ミンツさんたちの代とかの演奏と比べて、こいつらと一緒にいたら俺ダメになるなと思って、俺やめますっつってミンツさんに言って、恥ずかしい、ね、本当にめっちゃ生きてるでしょ。バンド解散して大学行こうって決めて、あ、そう、俺今最年長なんだけど、やめろバンド解散して、なんかもうね、ちょっとすごいなんかイライラして切った状態で大学入って、こんなね、生行ってやめてね。まあそれでもほら、なんかルンルンとかから部活学会一緒だったから、フォークソング部の話聞いて、なんかやっぱ面白そうだな、踊りてえなと思って、まあちょっとなんか恥ずかしく踊りますって思って、なんか最初でみんなに何持ってきてんだよこいつ、死なねえかなみたいな思われるかと思ったんだけど、そうだ、山下が速攻でなんか、まあ、バンテナーですどうっつって、何やるっつって、岡本ずっつって、まあ栗林君と、あ、俺もそれか、いや本当ね、なんか24年間生きてきて正直高校の軽音が一番面白いなと思ってたんだけど、やっぱね去年、4年次の時の合宿が一番楽しかったです。24年間行ってた。本当に。いやー、実はね、あと2ラウンド延長なんですよ。卒業と同時に、もう一回文学研究科に延長で入学するんで。いや、24歳学生括弧っていうのが、多分ね、卒業時に26歳学生括弧っていう。いや、これ、そう、テラニーです。でもこれ今4年中のテラニーわけだから。で、まあ、そんなね、なんかね、やっぱ俺の好きなメンツとこうやって今バンドできてるわけで、まあ、基礎で見しろだったかと思ってしまう。そう、ちょっとね、しかもね、英米文学科なんだけど、英米文学科にもう一人ちょっと俺の大好きなニューフェイスが入ってきたんで、ちょっとガッキー、ガッキー英米だよ、ゴールゴールで、ここにガッキー次の曲やるよ、入って、入ってガッキー、おい出てこねえぞあいつ、たまにあるんですよ、おいガッキーそっちかよ、マジか、お前さ客じゃねえんだからさ、演者仮にも出演費2バンド分取らせちゃってごめんね。来月くらいに払う。ラッキー。ちょっと我が妻くんもね、最初入った時は全然喋ってくれなくて、寿司屋に寿司を行ってさ、話した時もいたでしょ。何も話してくれなくて最初。今ではなんかもうなんか名前言ってね、創造祭で人を煽るし。そう、見て、俺創造祭で、ね、1年生の時はアンディぶち殺して鮮烈なデビューして、2年生の時はK さんと一緒に1日2年生挟み撃ちにして、まあ結局そいつ辞めちゃったら2人とも辞めちゃったんだけど、挟み撃ちにしてあげたのに、3年次でまあなんか神道さんたちと兄の方ね、となんかすごい温かいバンドやってたんだけど、4年次になってまさかの煽ってくる1年生帰ってくるっていう、なんか乗車必須の断りってやつですよね。乗車じゃねえだろ確かに。なんかね、もっとね、かっこいいこと言おうってね、昨日考えてたんだけど、俊平と有田の響きうるさすぎてね、寝れなかった結果忘れたんだよ。そう、有田速攻で響きかけ始めて、完全やって。じゃあ、次の曲は、ギターの掛け合いがあってね、ちょっとまあ、バトルがあるんで、まあ、楽しみに、この2人のね、対決ね、見たいでしょ。じゃあ。
ちょっと4分で少ないんですけど、まあ、あのミューズ あの時間合わせって感じで、あの OK、 じゃあ行きますか。3曲目です。ごめんなさい、放送だよ。
次で最後の曲になるんですけど、まあ、誰がテールが楽しんでるか本当はここでどっちのソロが良かったですかって拍手で統計取って負けたやつにウイスキーがお飲みさせようかなと思ったんだけど、万が一ね、俊平さんが負けたら残り2バンドの人にクソ迷惑かけちゃうんで、あのボーディーズとマルマイブ自粛しとこうかなと思って、まあ、あ、なるほどね確かに やりますか。次、じゃあ最後の曲ですかね。あの判定やりますか。あ、じゃあいいよ、やるか。日陰飲めばいい。どうするの。日陰は、じゃあ酢とか飲めばいいじゃん。シュウペイ負けたら俺飲む。これ絶対シュウパイ負けるやつじゃん。シュウパイ、いや、日陰だったら酢を飲めばいい。あ、なるほどね。え、じゃあガッキーの方がかっこよかったって人拍手。じゃあ、俊平の方がかっこよかったって人は拍手。あれじゃあ、俺が飲むべきだと思う人は拍手。ですか、ごめん、あのね、あの、勘違いしててね、あの、今日ね、ギリギリの交通費で来たのよ。したらね、あの、定期今日で切れんだわ。で、定期分でちょっとだけあるから、俺、あの、確実に横浜から徒歩で帰ることになっちゃうから、あの、ウイスキー誰か、あの、割り勘でも何でもいいんで、プレゼントで買ってください。ご用意しますんで。買えば飲むんだな。買えば飲む。あ、ただ、あの、ちっちゃいことにして。あの、やばいと、ほら、またほら、これになっちゃうから。大丈夫。いや、俺、放送の女子何人に将来金寄せられるかと思って、それ考えてるんだよ。本当に、捕まっちゃうしね。最後だし、いいかって思う部分もあるんだけど、ちょっとそこはね。やばい。それでね、この前も泥酔して、迷惑かけた人がいるんですけど、ちょっとその人が最後の時、ボーカルで。ドリンクを持ってくれるんで。いやー、いいよ、いいよ。おい、待てよ、ほんとふざけんなよ。まあほら、みんな大好きこのミンチさんが勤め始めたこのオレンジ色の服よね。ほいほいほい、あの、うん、そう、中身開けてあのね、パッケージでピンとくる人もいるかもしれないんですよ、これ見たことある？これは知ってる？これ、あのね、多分超最高級のパワーサプライ、めちゃくちゃいいでしょこれ。あの、スタジオミュージシャンとかに憧れてるって言ってたから、スタジオミュージシャンが一番使ってる機材何かなって、あの、事務所の先輩に聞いたら、これがいい。そう、めちゃくちゃいいの。お、マジか。これ、ちょっとね、これちょっとね、説明、ちょっとごめん、機材大好きだから説明させてもらうと、あの、一個一個が独立してる回路になってるんで、あの、グランドループからの、あの、ノイズを拾わないんですよね。あ、つっても分かんないですよね。ごめんなさい。
それがあのね、それでごめん、あの買い忘れて3あの変換コネクタがないから、あの変換コネクタは自分で買って。はい、これ使ってあのほらエフェクター超増えたしね、いっぱいあのこれからもライブ頑張ってください。ボードも買うか、あちょっと高えな。それ買って高えですよ。いや、ありがとうございます。本当にこれ使って。やめろやめろ。レースが済みで困ってるぞ本当に。であの先に謝っとくんだけど、ガッキーの分、ユウヤの分とガッキーの分はあのタカトが買ってくれると思うから後で狙って。で、俺も個人的に買ったんだけど、あの。2つともちょっと届かない。あのガッキーのに関してはアメリカから発送しましたって来てるんで、多分もうしばらくかかるんじゃないかな。ごめん、本当に。で、あかねちゃんの分はこれです。はい。聞いてみて。あのね、なんか3月3日に今年の発売したなんか新作らしい。いや、買いに行くのめっちゃ緊張して、なんかもう高島屋のなんかその婦人服売り場に一人で行ったのよ。だからね、めっちゃ汗かいたよね。今年一番緊張した。だってこのさっきの2曲より緊張してる。なんか何がいいかなって考えて、なんかポーチがいいなと思って、あのなんか化粧品とか軽いもの入れられるような、なんか2種類あったんだけど、1個があの本当にシングルで集めるやつで、もこれが2つダブルで開くから、片方にスマホ入れて、片方にほらなんか物質から軽くさ、ラーメンとか食いに行くとか飯食いに行くとかなんかさ、リップクリームとかなんかこういうのだけ入れとくみたいなのに使えるやつ。いやなんかね、あのまずああの2つ問題点があって、やっぱり女の子の数字ってのはまずあのセンス、もう1つはじゃ実際使えるかどうかっていうのを考えた結果、あのほら高島屋 の横浜の高島屋のコーチの山崎さんっていう店員さんとすげえ相談した上でこれにした。そう、あのなんだっけ、いつだかの物質で赤色が好きっつってたから赤色がいいかなと思ったんだけど、なんか赤色がなかった。相談地見ててダメ、本当にその時なんかプレゼントですかって言われたから、あのなんか本当にね、彼女のプレゼントですかって言われたんだけど、あの彼女ですから友達のお金のプレゼントですって言ったら、全部飲んで入れてるからですよ、気持ち悪いですぞ。これキモいっすかね、だから。あーあーいいじゃん。まあ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 。ペレだから行くね。高さも高そうだけど、ガッキーも。ガッキーちゃんとちゃんとちゃんと俺のお気に入りのファズペダル届くから待って。全く聞いてないよ。よくやれよ。ああ。おつりやめたよ。そうっすね。じゃあ裏でさ、最後の曲巻いてるから、やっぱり押してるから、このままだとやばいから、アイコのキラキラって巻いてって言われたんだよ。なんで笑ってるの？なんで笑ってるの？なんでなんでなんで、俺がアイコやるのってダメですかね？またおうって言っても、うん、ま、なんかすぐ会うんじゃない、山氏にも話してたけど、また明日ねって言えるの今日までなんか絶対決めたけど、本当にそうかなって言われて、あ、そうだなって、また山氏とルンルンと、ん、誰だ、あと他オリちゃんもそうだね、オリちゃんに関しては、まあ多分必要だろう。また会いましょう。